中世の大砲には、中世に使用された重火器が含まれています。機関の後、武器の3つの主要なクラスが肩を擦ります。トーション武器は、スプリングマシン、バランスアーム、そして最終的には、火器とも呼ばれます。使用する武器の種類が何であれ、目標はエネルギーを蓄積し、それを残酷に放出することです。ねじり、兵器では、エネルギーの蓄積を保証するのは、 部品の機械的ねじれです。振り子機の場合、高いカウンターウェイトは、カウンターウェイトが加工するときに放出される、ポテンシャルエネルギーを保存します。最後に、重機の場合、エネルギーは、火薬の燃焼に起因する高温ガスの、突然の放出、つまり、爆燃によって放出されます。バリスタそれらは、古代からヨーロッパで知られています。それらはすでに、ギリシア人、そして、 ローマ人によって使われているからです。それらはアークの原理に基づいて動作し、その一般的な形をとります。しかし、それらは非常に大きいため、一人の男の力ではセンターピースのねじれを確保するのに十分ではありません。ねじりトルクは両端に取り付けられ、ウィンチなどの機械的手段によって張力がかけられたロープによって得られます。カタパルトという名前で、 より一般的に知られている、それらの仕様は、送られた発射物のタイプに応じて2つの編集を知っています。一つ目は、発火可能かどうかに関係なく、特性を送信します。これは、バリスタ、または重いサソリとその後の開発、クロスボーターンの場合であり、ねじれを受ける材料としての木の金属を置き換えます。彼らは、弓と全く同じ原理で動作します。 二番目のカテゴリーは弾丸を発射します。弓のロープは、送信する発射体が置かれているスプーンで終わるレバーに作用します。それは、ローマ人が月見草として知っていた機械です。彼女は、グレコローマンバリスタと呼ばれることもあります。負荷を送信する。このシステムは、サーティン番目に放棄されます世紀。その性能は、バランスマシンのそれらにとって変わられています。 最初の基地の振り子機はエネルギーを蓄えることなく作動しました。中国人によるこのような機械の使用はキリスト教時代の数世紀前に言及されています。天秤は長い木製の針で構成され、その端には送る荷物を置くポケットが取り付けられています。もう一方の橋は男性のグループによって引っ張られました。そのため振り子はレバレッジを利用して、 請求を送信しました。中国人との接触の結果として、サラ先人ンンもこれらの機械の使用を開始し、クシ世紀頃に十字軍を通してヨーロッパに現れました。クシー世紀。彼らはピアスとして知られていました。このマシンはいくつかの改善が行われます。最初にペニスに作用する牽引の動きを加速するのに役立つカウンターウェイトをペニスに配置します。 その後、ブリコラージュと呼ばれます。実際の撮影役やガルモント D、オルト、アベロンケンの白ニを、その後、機械の寸法が大きくなり、カウンターウェイトの質量が増加します。発射体を発射するために男を引く必要は、もうありません。マシンを使用する前にカウンターウェイトを上げるために、使用されます。カウンターウェイトが解放されると、発射体はテコによって排出されます。 これらの機械はサラセン人とヨーロッパ人の間で並行して進化しました。これらはと呼ばれるマシンですマングノルズ12の冒頭で登場しました。キャリアホイールと呼ばれる後にウインチを追加します。そこにはハッチとも呼ばれるカウンターウェイトを持ち上げるために一人以上の男性が置かれました。これらの機械はまだ成長し、天秤に取り付けられた。 カウンターウェイトによって引き起こされる振動は機械自体の安定性を損なうことさえもあり機械の発射の精度に影響を与え始めました。当時の技術者たちが見つけたパレードはペニスに対してカウンターウェイトを明確にすることでした。このマシンはトレビュシェットと呼ばれます。これは12使用されます防衛を破壊することを目的とした包囲兵器としてのこれらのマシンは 200メートル強の距離で最大140キログラムの弾丸を発射できます。しかし、トレビューシェットの発射速度が遅いこと及びその操作に必要な労力、それを行うには60人以上の召使いが必要でした。機能から特定の状況で使用できないようにします。小型でよりコンパクトなモデルが開発されました。クーリアードはカウンターウェイトを ペニスの両側にある二つの部分に分割し、彼の名前を得ました。クラフトの動作は、ホーティンに登場し、4から8人のチームが必要でした。彼は1時間に約10発を発射し、8 0ラムの弾丸を180メートルまで送ることができました。ザビ世紀から、これらのカウンターバランスマシンは、重機に置き換えられて、暴却に陥ります。次の表は、これらの 核、カウンターウェイト武器の特性を比較しています。中世の大砲。これらの武器は、ロケットアームと同じ経路をたどる黒い粉の爆発に基づいています。中国から中東経由でヨーロッパへ。最初の銃、または砲撃は、ィン世紀の初めに登場しました。ヨーロッパのフォーティン彼らの存在は、1346年のクレシーの戦いを特に証明しています。 逆説的に釣り合いの取れた武器と銃器は2世紀以上にわたって共存します。実際、黒い粉は製造に費用がかかり、最初の銃は立っている男性にとって危険でした。これらの武器の段階的な制御と継続的な開発により、他の基地の大砲よりも優位性を主張できます。ザビ世紀、それらの使用は広まっています。これらの武器のその後の開発は、 今日知られているように、地対地の大砲を提供します。ありがとうございます。